皆さん、ここから先に進みますか？ここから先にあるのは後悔と絶望だけです。ということで、少し前にね、男子から女子への不満とか本音をね、募集させていただいたんですよ。で、その時に結構女子から逆バージョンもやってくれみたいな脅しが結構来てたんですよね。だから今回は仕方なく女子から男子への不満や本音を聞いてあげようと思います。ちなみに先に言っとくと、一番多かったのは下ネタがうるさいみたいなやつでした。もうね、それに関しては予想できたし、多分ね、みんな分かってたと思うんですよね。だからもうそれに関してはここで消費しちゃいます。女子のみんな、本当にシンプルにごめんなさい。こういう風にね、男子が悪いところはもう素直に謝っていくんですけど、なんだろう、もうよう分からん文句とか不満に関してはバチバチに言い返しますからね。ではでは、女子から男子への不満や本音聞いてあげましょう。レッツゴー。顔に点数つけんな、そしてランキング作んな、猿どもめ、本当にごめんなさい。いやね、今これを見てる男子は、別に俺そんなことしたことないしって思ってるかもしれんけど、やっぱなんだろう、一部の男子でランキング作ってるやつ絶対いるやん。そいつのせいで俺たち男子が全員悪く見られとる。もうサブ呼ばわりされちゃってる。だから代表してごめんなさい。でもさ、これ女子も作ってるよね。俺中学の頃ランキング作ってる女子クラスにいました。本当にね、人の顔ランキング顔面偏差値とか言ってるやつら本当に腹立つんですよ。その時の俺と同じクラスの女子見てるか？俺が何位かだけ教えてくれ。上位だったら許すわ。女子より足太い男子、なんなんお前ら、マジふざけんな、太れ。まあまあまあ、たまにいますよね、めちゃくちゃ足が細い男子。なんかもう無駄毛処理して足だけ写したら女の子やんみたいな。だからなんだろうな、これに関しては悪いのは男子っていうよりもな、モデルとかだよね。スラーっとしてもう見てて惚れ惚れするような足でランウェイ歩いてるモデルさんたちが悪いわ。だからこれ男子悪くないし、俺らが太ったからってみんなの足細くならないからね。胸ばっかみんなクソが。これはマジで無理です。顔見たら次胸見るだろ。ごめんなさい。何かあると生理って言ってくるのマジで腹立つから、そっとしておいてほしい。これはね、もう一番腹立つ煽りですよね。別に生理だろうが生理じゃなかろうが、ちょっとイライラしてる時に男子から、お前生理みたいな感じで煽られたら腹立つよね。お前生理なんて言ってくる男子は大概ね、生理って言葉覚えたてのやつです。よくあるやん、覚えたての言葉使いたがるみたいな、それと同じです。だから今度言われたら、生理のこと知ってて偉いでちゅね、よちよちってしてあげたらね、言わなくなります。女子の体重を持ってる以上の倍の倍あるよ。待って、女子って全員体重40キロ台で、なんなら30キロ台の人とかもいるとかじゃないのとかね。やっぱね、男子っていうのは夢見がちですからね、結構アニメとか漫画とかにある女性の設定をそのまま鵜呑みにしますからね。だから男子たち、よく覚えとけ。女子の体重は倍の倍、120キロあると思っとけ。女子がいるとうるさくしたり目立ちたがるの何？イケメンでもないのに誰も君たちのこと見てないよ。言い過ぎやろ。ごめんね、でもさ、わかるやん気持ちは。近くに女子がいたらさ、カッコつけたり、ここに俺いるよってアピールしたくなる男子、かわいいやん。しかもさ、イケメンでもないのにって、そりゃイケメンはそんなことしませんよ。そんなことしなくたって見られるんだから。男子の精一杯の努力やん。無駄毛処理の大変さ知ってんのか？お前らも毎日やってみろ。確かにね、毎日全身カミソリで削るなんてなかなかできることじゃないっすわ。なのにちょっと無駄毛があっただけで、あーみたいな感じで言われたら腹立つよね。だいたいさ、誰がまず最初に無駄毛処理とか始めたん？そいつがさ、足とか腕の毛を剃り始めて無駄毛っていう概念を作らなかったら、みんな剃ってないわけやん。だからそいつが悪の親玉や。おいでって言われたら沼っちゃうからやめてくれ。おいで。このクラス可愛い子おらんよなってやつは一回来てくれ。いますよね、こういうこと言う男子、クラスに一人は。お前自分のこと棚にあげて自分の顔を鏡で見たことあるんかっていう男子ね。本当にそういうやつは男子から見ても腹立つんですよ。あと一つ言わせてほしいのが、このクラスかっこいい人全然いないよねっていうやつ一回来てくれ。女子のなんでもないはなんでもなくないから察しろ。出会いました、なんでもない問題です。まああと女子の大丈夫は大丈夫じゃないからね問題もありますよね。俺これぶっちゃけずっと思ってたんだけど、男子のなんでもないもそこまでなんでもないわけじゃないからね。それはもちろんなんでもない時もあるよ、女子にあってあるやな、本当になんでもない時は。でもなんかあった感じ出してるから、なんかあったのとか聞かれてるわけやん。だからもう聞かれた時点でなんでもないはそこまでなんでもないわけじゃないんですよ、どっちも。まあまあそれを差し引いてもね、女子のなんでもないはなんでもないじゃないんだよって言いたい気持ちはわかります。だからこれからはなんでもないをね、できるだけ察すように頑張るんで、女子側もね覚えておいてほしいんだけど、男子の目はシッケじゃないのよ、黙れぐらいの感覚なのよ。彼女いるのに他の女とイチャイチャするのなんなの？これはもう本能ですね、ごめんなさい。ただまあその男子のことが好きすぎるがゆえに、ただ女子と話してるだけなのにイチャイチャしてるって見えちゃってる可能性もあるかもね。ぶりっ子には気づけよ、なんで気づかねえのかっていつも腹立つわ。いやもうこれに関してはね、ぶっちゃけもう気づいてる時あります。まあもちろん気づいてない時もあるけど、まあね、気づいてる時もありますよ、それはね。でも気づいてもなおぶりっ子とかあざとい女子は可愛いんや。好きでもないのに勘違いされるような行動しないでほしい。期待してた自分がバカみたいに思うから。この子のことを勘違いさせた男子聞いてるか？お前は本当に罪な男だよ。でもきっとこの男子はただ優しいだけなんだろうな。別に勘違いさせたいとかじゃなくて、優しいがゆえにみんなに優しくしたら勘違いされちゃったんだろうな。そうやっていろんな勘違いとかごたごたがあるから恋愛って楽しいよな。どうせ顔だろ、ブスなくせに威張ってんじゃねえよ。
お前らだってそうだろ。胸のサイズ理想高すぎ。男子の思ってる C は E くらいある。え、ガチ？ってことは俺らが思ってる C は A ってこと？とかね、前まで思ってたんですけど、最近 SNS でね、こういうこと言ってる人たまに見かけるから、もう察しました。でね、今男子が女性に求める理想の胸の大きさを調べたんですけど、一番多いのが D カップらしいですね。だからこれすごいですよね。つまりどういうことかわかりますか？ F カップってことなんですよ。生理ってわからないと思うけど、ちょっとイライラしてる時にだるがらみしてくるのほんとやめて。まあまあ、これはちょっと引き分けですかね。うん。やっぱだるがらみしたくなる男子の気持ちもわかるし、生理だからイライラしてる女子の気持ちもね、まあ多少なったらわかるし、まあ一つ言えるのはこの男子はね、君のことが好きなんだろうね。好きな声のだるがらみはやめられないね。少女漫画だと恋愛で男子がリードしてくれるけど、実際はこっちばっか誘ったりしてる。君が読んだ少女漫画一回全部持ってきてビリビリに破り捨ててやるわ。たまに急に優しくなるのなんなん、惚れるやろ。ちょろ。女子の自己がスクショして晒し上げるのやめてください。まあまあ、これに関しては、なんつうんだろう、もう男女共にですよね。そもそも無断で SNS に画像上げんなって話ですよ。もちろんね、全部が全部許可を取れとか、そういうめんどくさいことはしなくていいと思うけど、なんかさ、自己がのところをわざわざスクショしてさ、これ面白いだろ、って、お前が面白いわけでもないのにさ、晒してさ、人の顔で笑い取る前に、お前が面白くなってみる。なんで男子ってあんな口軽いの？もうこれどうしよう。俺知ってるんだけどさ、もう言うなって言われたから、どうしよう。俺口軽くないから秘密。すっぴんの方が可愛いよはムカつく。そのためにどれだけ時間かけたと思ってんの？なるほどね。これ男子はめちゃくちゃ褒め言葉のつもりで使ってるんですけどね。言ってしまうと男子がめちゃくちゃ頑張って髪セットしたのにノーセットの方がいいよって言われてるような感じですよね。でも毎日ノーセットだったらそれはちょっと違うわけで、普段ちゃんと髪をセットしてる中でたまに見えるノーセットだからいいわけ。だからつまり普段メイクしてたまに見えるすっぴんだからいいわけ。まあ逆に普段すっぴんでたまにメイクしてバチバチに決めるのもいいですけどね。ちょっと待って、つまり何が言いたいかっていうと、ちょっと言い方が悪いだけで、どっちも可愛いよ。身長マウント取るのはこっち女子やねん。やっぱ性別学的に男子の方がね、身長高いですからね。そこでマウント取るのはちょっと可哀想じゃないみたいな。僕はね、もう動画いても身長マウント取ることができないから羨ましいっすわ。でもなんかさ、男子は身長高いのが正義みたいなところあるけどさ、女子は身長高いのもかっこいいし、低いのも可愛いしでさ、どっちも正義やん。だから一番可哀想なのなんかわかりますか？俺です。授業中とかにボケてくるけど正直おもんない。待って待って、諦めんな。おもろい男子だっておるぞ。まあ男子と女子だとね、ちょっと笑いの沸点が違うところがあったりするからしゃあないなっても思うんですけど、男子は下ネタが好きだったり、うちわ乗りのね笑いが好きだったりとかしますから。で、男子がボケてワキャキャってしてるときは、ね、女子シーンと冷たい目で見てるみたい。逆に言いたい、あの目をやめてくれ。簡単に死ねとかバカっていうのやめてほしい。普通に傷つくし落ち込む。男子って好きな子にわざと暴言吐いたりしちゃったりするんですよ。つまりその男子、君のことが好きです。異性と話しただけでカップル扱いやめろや。これね、遠回しに異性と話すのは俺とだけ話せって言ってるんですよ。つまり君のことが好きです。好きな男子へ気持ち気づいてよ。席隣で感づかない？この子の隣の席の男子気づけ。この動画がこの子の隣の席の男子まで届きますように。女子から男子への不満や本音たちでした。いやー、なかなかにねボロボロに言われましたけど、もう気持ちよかったです。次の動画からね、ちゃんとこの銀の盾を開封したやつをお送りしようと思います。ということで、ありがとうございました。バイバイ。